どうも、宅飲み場竹雄です。今日もよろしくお願いします。今日はスペイサイドシングルモルトタムデューです。飲み比べをします。このね、50ミリが3種類入ったギフトボックスみたいな、まあこうお土産品、多分あのビジターセンターとかで売ってるやつでしょうね。その50ミリの3種類、これが、まあ、手に入ったので、飲み比べをしたいと思います。タムデュージョルジョは、まあ、スペイサイドにあるんですけど、どうでしょう、日本では割とマイナーですよね。シングルモルト好きの中でも、シェリーダル熟成が大好きっていう方はご存知かなぐらいの感じじゃないかなと思います。まあ僕自身もあまりタムっていうに関しては思い出はないんで、まあ初めてではないんですけど、まあぶっちゃけ今日ほぼしっかり味わうのは初めてかなっていう感じです。なので楽しみでございます。中身こんな感じです。はい、ここにね置いておきましょう。はい、で、今日やるのは定番です。12年、15年、そしてバッチストレングス、まあバッチストレングス、カスクストレングスですね。そして、まあタムデュージョルジュ自体は、創業は1897年だったかな。で、まあずっとですね、ほとんどブレンディット用の原酒を供給してきた歴史があるんですね、長いこと。で、まあ、シングルモルトはもうリリースはほんのわずかということで、今でもまあブレンディットが主流なんですけど、で2010年に一度閉鎖します。で2012年に、今のオーナーですね、イアン・マクロード社が買い取って、生産再開と。まあもちろんね、閉鎖したとはいえ原酒があったんで、こうやって15年とか、もう出せるんですけど、まあタムデュージョルジョの、特徴としては全てシェリーダル熟成ですね。細かく言うとアメリカンオークのシェリーダル、ヨーロピアンオークのロースシェリーダル、ファーストフィルとセカンドフィルのみを使用ということで、そこにこだわった作りをやっております。はい、ではね、ちょっと早速開けていきたいと思うんですけど、12年はスペックはですね、まあスペックはというか、まあこれはミニボトルなんですけど、まあ通常は700ミリ入ってますね。12年は43度です。だいたい今7000円ぐらいですね。で15年は46度です。で、15年はノンチルです。冷却ろ過しておりません。はい、そして、バッチストレングス、カスクストレングスは 59.8 度。こちらもノンチルです。という3種類になってます。まあ、お値段は大体ですけど、今は7000円。バッチストレングスが1万円。15年が1万3000円ぐらいになってます。12年以外は結構いい値段しますね。まあバッチストレングスが年数容器がないんで15年より安いですけどね。はい、ではまずはストレートちょっとずついただきます。はい、ということで、ちょっとストレートを入れました。まずは香りをちょっと12年から、はい、レーズン感の、シェリー感ありますね。ちょっとアルコール感を感じます、12年。でも、しっかりとした、シェリーダル由来の香りがします。15年。15年の方が色もちょっと濃いですね。こっちは奥深い香りかな。アルコール感は
12年に比べて圧倒的に消えてます。もうまろやかな香りで、かなりフルーツ用の、うん、レーズンだけじゃなくて、なんかバニラコーンもしますね。うん、でフルーツですね、バナナとか、うん、そういう感じの香りです。はい、マッチストレングス。あ、こっちはちょっと12年に近いかな、香りはですね。あの15年ほどのどっしりした香りじゃなくて、まあやっぱアルコールは強い、 60% 近くあるんで、うん、その辺の感じは若干ありますけど、12年ほどツンツンはしてないんですけど、うん、こちらも15年ほどのフルーツ感というよりはしっかりとしたシェリーダル感の感じの香りです。はい、では味わっていきます。12年から、うん、12年は飲み口は、うん、そうですね、そんなにシェリーシェリーはしてない感じですけど、うん、どっちかといえば麦芽の麦の感じが、麦の甘みが強いのと、まあ、正直少しアルコールは感じますね。このクラスにしては、12年にしてはアルコール感があるかなという気は若干ですけどします。んでも、あ、後味で断然レーズンが、これやっぱりシェリーダルだなっていう味わいですね、うん、なかなか美味しいです。はい、じゃあちょっと口をすすいで、15年、15年はこれは美味しいですね。シェリーダル感がかなり効いてて、相当なスパイシー感じゃない、フルーツ感、うん、うん、これはトロピカルフルーツ感っていうか、うん、割とどうでしょう、南国フルーツ系かな。まあでもいろんなミックスフルーツですね。あの単純にあの飲みやすい青リンゴとかそういう風じゃなくて、うん、と言った途端リンゴを感じる僕の舌なんですけど、でもね、あのいろんなフルーツ感があって、これ結構グレンアラヒーにちょっと似てるかなっていう気がするぐらいフルーティーです。この15年は美味しい。12年と15年で、まあね、当然樽構成も違うんでしょうけど、熟成が3年違うだけでここまで違うかっていう感じですね。はい、ではマッチストレングスの前にちょっと口を進みます。はい、ではマッチストレングスです。これは飲み応えですね。アルコールがやっぱり 60% 近いんでガツンときます。うん、おー、なんかマッチストレングスはちょっとスパイシーな感じありますね。まあ、アルコールのピリピリにちょっと引っ張られてる感はあるんですけどね、うん、15年を飲んだ後なんで、ちょっとね、なかなか味わいにくいんですけど、この強いアルコール感というか、アルコール感というか、その、ヘビーな飲み口ですよ。あの、アルコールの嫌なピリピリじゃなくて、ヘビーな飲み口の裏にしっかりとしたこのレーズン感。そんなにね、15年ほどのいろんなフルーツを感じるみたいな感じじゃないんですけど、シェリーダル由来の、シェリーダルのそういった感じ、フルーツの感じがしっかり出てます。
美味しい、はい、ではちょっとずつ加水をして、試します。はい、ちょっとずつ加水をしました。12年、加水で、飲みやすくなってアルコール感が少し薄まった感じで、やっぱりしっかりとした、レーズン感が漂う味わいですけど、意外とフルーティーもあるんですけど、12年に関して言うと甘みはどっちかというと僕は麦芽の甘みかなという気がします。モルティーな感じの方が僕は強く感じますね。3つともストレート飲んだ感じで言うと、いわゆるそのチョコレートとかお菓子的な甘みはあまり感じないですね。でピートの感じも、まあ、大体全体的にうっすらあるぐらいの感じで、強くはないです。12年も加水すると後味がちょっぴりスパイシーな感じが出ますね。はい、はい、15年、香りの段階で断然違いますね。3つの中で15年がダントツでまろやかです。あー、甘みがやっぱり加水すると甘みもちょっと麦芽な甘みも加わって、フルーティー&モルティーで、後味でちょっとスパイシーな感じと、ピート感も若干後から上がってくる感じかな。これはね、シェリーダル熟成が好きな方はこの15年のストレートと加水の状態はおすすめですね。美味しいですこれ、めちゃめちゃまろやかでフルーティー。ではマッチストレングス、こちらも飲み応えですね。マッチストレングスは多分こうやってですね、少しずつ加水を加えていくことによってだんだん味わいが変わっていくと思いますね。ちょっとね、一つだけアルコール度数が異常に高いんで、もうちょっと水加えてみます。落ち着いたと思います。香りが、マッチストレングスはこうやって加水すると香りが引き立ってきたんですよね。アルコールがちょっとね薄まるんで、そうするとね、最初12年と似てるかなと思ってたところが、ちょっと15年と同じような結構フルーティーな香りがしてきました。美味しいんですけど、15年を飲んだ後だとやっぱりまだアルコールのピリピリが気になるっていうところですかね。12年の上位互換みたいな感じが僕はこのマッチストレングスを受けます。でも12年より飲み応えががっつりある分、加水で楽しめるのかなという気がします。ではちょっとですね、氷を一かけずつ入れてウイスキーも足して、ちょっとロックの状態で飲んでみます。はい、ではオンザロック、ロックにしました。12年、まあ、ロックになった段階でやっぱ香りはどうしても閉じますけど、ほのかにシェリー感が香ります。12年は氷を加えて冷えると
ちょっとビターさがかなりきますね。そしてもうビターさがきますねと言ったんですけど、なんかこう飲み進めると飲みやすいですね。意外と、ああそっか、麦芽の甘みが消えてないのかな。うん、純年は予想に反してというかよく良かったですね。結構フルーティーな甘みっていうのはもう出てこないんですけど、麦芽の甘さっていうかフルーティーなところっていうのはしっかり感じられるロックで悪くないと思いました。はい、では15年、こちらもちょっとビターさが出て、ストレートの時のミックスフルーツ、ドライフルーツ、南国フルーツ、素晴らしいフルーツ感が消えました。15年はロックはどうかな、これは。あーでも最初からロック飲んでればフルーティーだなーっていう感じがする味わいですね。さっきストレートで言ってますからだいぶ変わりますロックで。そして12年よりも冷えた時に出るシェリーダル感のネガティブな面、ちょっとゴムっぽいとか飲みにくいとかいう面が少し15年のが出ているのかなと。その分やっぱり樽の影響を強く受けている15年なんだなって気がします。ロックです。バッチストレングスです。バッチストレングスロックいいですね。氷が程よく溶けてアルコールがもともと 60% 近くあるんで、かなり飲み応えがあって、飲み応えがあるところはロックになってもそんなに変わらなくて、でもアルコール分は実際薄まってるので飲みやすくはなってます。そしてストレートではなかなか飲み応えにヘビーなところに押されて感じれなかったフルーティーな面が出てますね。これはバッチストレングスはロックがいいです、はい、という感じです。で最後にハイウォールをします。シェリー系のウイスキーのハイウォールはどうもっていう意見は多々あって、僕もちょっと同意見ですけど、まあそうは言ってもね、飲んでみないとわからないんでやってみます。はい、ということでハイボールにしてみました。飲む前に予想なんですけど、ハイボール向きは意外と僕は15年だような気がするんですよね。そんなの向かないとは言いますけど、どうなんでしょう。はい、ということでハイボールを3杯作りました。飲む前に予想ですけど、意外と15年がハイボール美味しいんじゃないかという気がなんとなくしております。今12年から、12年はシリーダルっていうのがものすごくわかるハイボールです。だからこれはいい意味で捉えると、すごいレーズン感があって、ハイボールを普段、シェリーダル熟成のウイスキーでもハイボールを飲まれている方にとってはこれは美味しいですよ。はい、飲みやすいしスーッと入っています。ただシェリーダルハイボールはどうもっていう方はちょっとどうかなっていう気がします。15年です。
まあシェリーなのハイボールだなってのは分かるんですけど、ただ12年に比べて圧倒的な重厚感があるハイボールで、炭酸でプチプチっとこのシェリーなの由来の甘みっていうのが上がってきて、意外と美味しいハイボールですね。ライトと言っちゃいけないか、マッチストレングスです。これはちょっとハイボール向きじゃないですね。なんていうんですかね、ちょっとすごくヘビーなハイボールで、飲み口がそこに持ってきて、シェリー感のどっちかではネガティブな面が上がってきます。まあぶっちゃけちょっとこれはハイボール気が少しいかがなもんかなって感じでした。はい、ということで今日はですね、タムデューを、ちょうどね50ミリのミニボトル3つ入ったんで、飲み比べしてみました。結論、飲むなら15年一番高いんですけど、めちゃめちゃうまいですね、タムデュー15年。これはシェリーダルの、僕はシェリーダルはもうやっぱりマクガランとかファークラスとか、まあいろいろね、ドロナットとか、ドラダマーいろいろありますけど、いろいろ飲みましたけど、まあ、もちろんアラヒーも好きで、飲んでますけど、まあこのシェリーダルにこだわりにこだわったっていうところで有名なマッカランとかファークラスとか、その辺に比べても全く見劣りしないっていうのはタムデューの15年だなと思いました。飲み方はストレートです。タムデュー15年はストレートもしくはカス、それ以外はせっかくの美味しさがダメになってしまいます。はい、美味しいです、高いです。で12年もそれなりに美味しいんですけど、まあシングルモルト12年で6000円7000円くらいですか、まあ安くはないんですよね。まあシェリーダル熟成が好きな方はいいと思います。僕は12年も飲むかな、おすすめは意外とやっぱりストレートかなって感じですね。やっぱりロックハイボールは少しシェリー感のネガティブな面が出るかなって気がしました。でマッチストレングスは、まあこれもコスパ的にはどうかなっていうところですけど、1万円ぐらいなんでね。ただまあ60度近いアルコール度数があって、ストレートとか飲み応えがあって、楽しいのは多分加水をしていきながらだんだん味の変化を見ていくのが楽しいと思います。3本ともにしっかりシェリー感があって、ただそのガツガツシェリーじゃない上品なシェリー感とか、そんな感じなんですね。で、マッチストレートさんとの話も途中でしたけど、飲み方のおすすめは僕はロックですね。ロックは美味しかったですね。ストレートだとちょっとやっぱアルコールが強いんで、でさっき言ったようにその加水をしながら楽しむというのも一つですけど、まああんまり普段ストレートではちょっとウイスキーはアルコールの性強いんでっていう方はロックがいい。ロックでじっくり氷が溶けるので、味わっていくというのがいいかなと思う3本でした。非常に今日は僕的にも、まあどうでしょう、初めて飲むわけじゃないんですけど、しっかり味わいながらこんな飲み比べとかしたことないかという、楽しかったです。そしてタムデュー15年はめちゃくちゃ美味しいということに気づかされました。少々高いんで、何かいいことがあったらお祝いで買うときの
日本の候補に入りました。はい、買うなら15年ですね、はい、というところです。はい、ということで、たくさんの竹を前にするような感じでいろんなウイスキーを酒で遊んでおります。ほぼほぼウイスキーチャンネルでいろんなレビューをしたり、企画をしたり、いろんな情報発信、いろんなことやります。まあ、ウイスキー以外も時々焼酎とかジンとか僕の好きなのをやっておりますので、ウイスキー好きお酒好きの方ぜひチャンネル登録していただいて一緒にウイスキーライフお酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のとくのりはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。